ロイヤルストレートフラッシュフラッシュフラッシュ拍手イエーイエイ皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。ロイヤルストレートフラッシュのアスちゃんです。よろしくお願いします。アスちゃん普段は3人4人で活動してるんですけど、活動してるんですけど、今日はちょっと時間の関係で一人なんですけど、応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。初めて衣装以外の服を着てやるので、ちょっとね、今日はいろいろ服だけじゃなくていろんなことしていきたいと思います。記念すべき日だね。記念すべき日です。なんかいろいろ考えてきました今日は。よろしくお願いします。じゃあ早速1曲目聴いていただきたいと思います。聴いていただく曲はアイドルになりたいです。ぴったりわぁI'm not afraid of the dark.
ます。聴いていただいた曲はアイドルになりたいでした。イエイ、はい、じゃあ自己紹介したいと思います。あの、はい、自己紹介します。何ですか何ですかやりづらい今日はい、今日何曜日だっけ、水曜日だと、私が木曜日はいつって言ったら皆さんで大きな声であーすなーって言ってください。それではいきますよ、せーの、木曜日はいつ、ありがとうございます。丸いお目目でロックオン。神奈川県出身、大学1年生18歳のアスナです。ありがとうございます。はい、今日、今日入学式があって、イエイ、JD、JD です、 JD、 JD はい、大学生になりました。はい、何代、看護代、看護代です、看護代です、はいはい、明日も学校があるんですけど、はい、頑張ります。はい、あとね、本当はメンバーがあとね2人 ?3 人いるんですけど聞かないで聞かないで3人かな、うん、ちょっと聞かないかな、うん、ちょっと3人いるんですけど、ちょっと今日は1人なんだ、寂しいな。はいはい、もうね解散が近いんですけどね、警戒しろ。いやー、あのね、なんだよなんだよ、いやおかしいだろそれ、なんでなんで、あー結果違うな、あ、まあその、静かにはい、あの、それまでにねライブまた来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。イエーイ、11日、あ、そうです、はいはい、あ、はい、そうです、お願いします。16日じゃない、16日かな、11日みたいな、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、次の曲はあのバラードになるんですけど、私のソロ曲のね、アジサイ橋を歌いたいんですけど、もうなんか今日ソロ曲って言っても全部ソロになっちゃうから伝わらないんだけど、まあソロ曲歌います。音楽お願いします。
とうございます。聴いていただいた曲は紫陽花橋でした。イエイ、はい、というわけでですね、